加藤あやな、加藤ちゃんに褒められた、新ヘアカラー披露に、とてもお似合い、イメチェンス的の声。ザ・ドリフターズ、加藤茶の妻で、タレントの加藤あやなが14日までに、自身の SNS を更新。新ヘアカラーを公開した。写真、加藤茶との腕組み夫婦ショット。インスタグラムで。 秋だし一気に髪色グラクしたよカラー変えるだけで一気に肌が白く見えるカトちゃんにいいね。と褒められた嬉し,しいと綴り鏡越しの自撮りショットを披露。30代後半は肌と髪をきれいに保つのが大事だね。清潔感があるツヤがある女性が目標ニューカラーはグレージュベースに新色のルーシットグリーンが入ってます。とカラーを紹介して投稿を締めた。 この投稿にファンからは、ますます綺麗、綺麗になられましたね。確かに髪を暗くすると、肌白く見えますよね。レイヤーも似合うし就職最高。イメチェンですね。素敵。とてもお似合いです。髪のツヤが増して綺麗になってます。似合ってます。あやなちゃんだんだんと大人っぽくなってきて、いい感じなどの声が寄せられている。